さあ今日もえ唐突に今撮り始めましたけれどもえ今日はですねえ久々にあのスマホにですね「あのピッコマ」っていうあの漫画のアプリが入ってるんですけれどもえっとですね「童貞絶滅列島」っていう漫画をえっとまあ1巻1話目が無料だったのでえまつい えー、見てしまったというようなね <laughs> つまらない50歳で、えー、申し訳ございませんえー、っとまあなんていうかですかねあのー、ある日突然ですね、えー、18歳以上の童貞の人が突然死一斉にし始めるってですねああのまあ、飛行機が落ちたりするというようなまあ、恐ろしい漫画だったんですけれども。えー まあ5分後に、ね、私が死んでたら、まあ、そういうことだと思ってください。えーまあ、そんなわけでですね今日も、えー、ベイスターズが勝ちましたので、えーまあ、とりあえず首位らしいですよ、えー、と石田と、えー、戸郷選手ですか戸郷石田だったんで、えーまあ、てっきり、ね、負けるもんだと思っていたんですけれども、えー、素晴らしいピッチングでしたね石田選手がね、えーまあ、見てないんですけど。 まあ、一級速報では、ね、見てたんですけど、えー、とあと、まあまあ、ちょっとね、投手戦はね、恐ろしいので、あんまりちょっと後半はあんまりもう見たくないというか、見ていられないんですけれども、<laughs> えーまあ、最近はね、あのー、YouTube, YouTube であの実況チャンネル結構あると思うんですけど、まあ、ベイスターズだと、私はあのアマッチャズルさんでしたっけ。 えー、その人の実況を、えーまあ、聞きながら何かやってたりするんですけれども、えー、後半はね、えー、それを人のちょっとだけ聞いて、えーまあ、8回ぐらいからちょっと見るのをやめて、えー、恐ろしいのでとりあえずシャワー浴びてる間に、まあ、終わってればいいなとか思いながら、えーまあ、ちょっと終わるのを待ってたというかねあの終わってからじゃないと見れないので。 えーまあ、この後とね、えー、ダイジェストとかね、まあ、安心しながら、あの今日の試合を見てお、えーえー、きたいなと思うんですけど、なんか石田選手が、ね、すごく良かったらしいですよ、あのストレートと、あと変化球がね、な、え、ん、ー、でした、フォークじゃない、ツーシームじゃない、スライダー、えー、が良かったと。 いうような話をアマチュアズルさんがしてたのでえ、まあ、多分そういうことなんでしょう、えー。で、明日は浜口選手ということで、えー、浜口選手はね、明日結果出さないと,ちょっとなかなかあのこの先発ローテ争いの中からあーちょっと交代してしまうんじゃないかっていうような、ねえー、感じがしないでもないんでね、えー、頑張ってほしいんですけれどもね、まあ、とりあえず首位、あのなんだろうな。 この状態で首位っていうのもなかなかでまだ全然揃ってないうちからこの状態なんでね特に4月なんて言ったら大体ベイスターズは、えー、大きく巻き起こして、えー、5月ゴールデンウィーク終わって6月ぐらいにね 上がってきてき最近買ってるなと思ってもようやくなんとかあの借金がまだ23個あるとかねえそういうのが多かったと思うんですけどももう今シーズンもうこの4月の時点でえ貯金あるという状態なんでねえまあこの後もなかなかそんなに大きく崩れないんじゃないかなという感じがするので。 何ていうか調子くるんですけどもとにかく、えー、今シーズンはそういう感じで、えー、そういうのもあるんだなっていう感じですよね。に、えー、完封勝利これ3回目じゃないですかと、えー、いうような、ねえー、感じであのちょっといつもとは違うシーズンになっているというところで、えー、明日とりあえず明日ですよね明日勝ったらちょっと本当にあのー とりあえずしばらくいいんじゃないかなという感じでしょうかね、えー、まあとりあえずあの私はこの後、えー、童貞絶滅列島の2話目を、えー、読むべきかあのよく考えて、えー、明日 <laughs> まあ明日に備えたいと思いますねまあそんなわけで、えー、こんなところですかどうもすいませんさよならおやすみなさい